アーティストとしてということですけども、私自身アーティストという意識がないんですね。自分で好きなことをやっている。アーティストという意識もなし、何をやろうとしている意識もない。ただ、今まで人があまりやらなかったことをやっていこう。まあ仕事としての入れ墨も好きな仕事として一生懸命やってる。